次は、清水直樹さんで、レーションスキーマと API テストです。清水さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。本日は JSON スキーマと API テストということで、私清水直樹が発表させていただきます。そうなんです。はい、最初に自己紹介なんですが、清水直樹と申します。で、去年の春に、株式会社 DNA の方に新卒で入って、今はスウェットというソフトウェアエンジニアリングテストという部署で、働いています。これはその文字通りソフトウェアエンジニアの観点で、テストに関わっていくというような部署なんですが、そこでの経験を生かして、テストに使うと便利なライブラリを、作ったりしています。で、これは、日本語とか韓国語のマルチバイト文字をランダムに、生成するというようなライブラリなんですが、で、そういうのを、新卒で、作ったっていうような経験を、ルビーストマガジン、ルビマっていうやつですね、に書いたり、しています。で、今日の話なんですが、まず最初に API テストとは、API の結合テストとは、何だという話と、JSON スキーマとは何だ、で、その JSON スキーマを API テストに活用しているというお話を、させていただきます。最初に API 結合テストなんですが、これは一番、シンプルな API の、テストの図ですね。で、下の赤い丸がテストで、上に書いてあるのが、テスト対象の API、多くの場合テストはこの API のコードに同梱されていることが多いと思うんですが、最初にテストデータをリクエストとして、送信して、で、そのレスポンスデータが期待している結果と一致しているかっていうのが、一番シンプルな API のテストなのかなと思います。で、それだけでじゃあ API のテストって十分なのかっていうと、実際に、これさっきの図ではしたテストだったんですが、これがじゃあユーザーから、この API を使った時にどうなるかっていうと、実はそのユーザーと API の間にはいろんな経路が入っていて、例えばそのロードバランサーであったりリバースプロキシーが入ってあるとか、テストでも mock を使ったりすると思うんですが、実際には API は他の API と、結合して動いていたり、DB で実際のデータを使ったり、して、動いています。なので、ここのユーザーから見た時のリクエストとレスポンスが本当に正しいかどうかっていうのは、単体テストでは担保することはできないという問題があります。なので、私たちは、API の結合テストと、呼んで、実環境で動作している API を、実際のクライアントと同じ経路からテストするというようなことも、通常 の, その API の単体テストに加える形で、行っています。で、ここで、簡単に API の結合テストの実施要領はどんなものかということなんですが、仕様のドキュメントを見て、正常体のデータや異常体のデータ、リクエストデータですね、を作っています。で、これ最初にご説明した通り、API のテストにおいては多くの場合、そのリクエスト1つのリクエストデータが一つのテストケースになるというようなイメージですね。で、仕様とリクエストデータがあるので、そこから期待するレスポンスは何なのかということも、考えます。で、実際にその作ったリクエストデータをクライアントから、送ってレスポンスを検証する、これが大きな流れです。さらっと書いてあるんですが、結構大変なんだなということが分かっていただいたらと思います。で、ここで API 結合テストの話は一旦置いておいて、JSON スキーマに関しての説明です。で、JSON スキーマは何かというと、JSON で表現されているデータに対してデータ定義を、するスキーマを記述する枠組みと、いうものです。で、文字で書いてもちょっと分かりにくいのですが、例を見ると分かりやすいかなと思います。左上の JSON のデータ、これ単純に ID と名前とメールアドレスが書いてあるような、データ構造があって、それを表しているスキーマが、右の、JSON スキーマというものですね。で、左下には日本語で、簡単に詩を書いたものもあるんですが、日本語で記述した仕様と比較して、なんですか、プログラムで扱えるマシンリーダブルであることが、見て取れるかなと思います。で、
JSON スキーマを使うと何が嬉しいかというと、こういうふうにデータの定義をできるので、それだけでなくデータの検証にも使うことができます。で、こういうふうに、JSON スキーマを読み込んで、実際に対象となるデータがそのスキーマにマッチしているかどうかというような、バリデータを、作ることができます。で、そういったバリエーターを活用して API のリクエストとかレスポンスを都度検証することによって、実際に、記述した仕様と、API を作った実装の乖離を減らすことが、可能です。で、この左下の日本語の仕様と JSON スキーマを比べていただけると分かるんですが、マシンリーダブルで、あるだけでなく人間にも読みやすいですね。なので例えば左下の仕様は、日本語が得意な人じゃないと読めないんですが、JSON スキーマであれば、言語を問わず読むことができます。実際私のチームには外国人の方も、たくさんいらっしゃるのですが、API の仕様が JSON スキーマで書かれているので、スムーズに API の仕様を把握することができています。でこの一番上の赤文字で書いてデータの検証っていうのは、Perl のモジュールでも提供されていて、大体こんなイメージですね。そのリクエスト入ってきたものに対して、その JSON スキーマに、バリデータをかけて、マッチしてるかしてないかっていうことを、確認して、API のバリデーションに使ったりすることができます。JSON スキーマに関しては今最新 の、 この、WebDB プレスにの、Web API デザインの鉄則というところで詳しく書いてあるので、よかったらご覧になってください。で、最後なんですが、JSON スキーマを API 結合テストに活用するというところのお話です。API 結合テストの実施、これさっき書いたものと、全く、同じものなんですが、この仕様ドキュメント、仕様という言葉が、出てきますね。で、この API の仕様が JSON スキーマで書かれていたら、どうかと、いうことを考えました。そうなると、仕様データの定義が書かれ、マシンリーダブルな形で提供されているので、正常系や異常系のリクエストデータを自動で生成できるかもしれない。で、仕様とリクエストデータがあるんだから、期待するレスポンスも、自動で定義できるんじゃないか。で、仕様が分かるのでその API を叩くクライアントも自動で生成できるんじゃないかというような、疑問が湧きました。ということは API の接合テストって全部自動でできちゃうのかということなんですが、そんなうまい話はないです。ただ、今よりもっと楽することはできるんじゃないかなと、考えました。で、もうちょっとやりたいことを、砕いてみると、JSON スキーマで API の記述が、API の仕様が記述してあって、正常系異常系のリクエストデータをそこから生成する。で、期待するレスポンスを定義する。で、API のクライアントを生成するということなんですが、今回はこの一番上の正常系異常系のリクエストデータを、生成するというところに取り組んでみました。で、今回作ったのがこの JSON Fuzz Generator という Ruby のライブラリーなんですが、JSON スキーマを入力して、そのスキーマに対して、正常系異常系のデータを、生成します。で、この異常系のデータっていうのはファジングという、一つのテスト手法です。誤りが含まれたデータを、大量に生成して、それを次々に入力して、予期しない、挙動を、起こすことがないかというようなことを、テストする方法です。で、これ簡単に今回作ったライブラリがどういうふうに動いてるかっていうのを、お見せします。最初に正常系のデータの生成なんですが、左側に JSON スキーマの入力があります。で、このプロパティーズっていうところが、実際にデータのキーに当たるところなんですが、ID と、ネームとバースデー、それぞれが、スキーマが定義、提供されていて、それに合致するデータが、1つ返ってくるというふうになっています。で、異常系はどうなるかというと、このように正常系のデータっていうのが ID とネームとバースデーを持った、ハッシュの形なんですが、その左上の方、そもそもハッシュでないものであったりとか、あとはそのキーの中のどれか一つの値が定義と異なっているものっていうのを、こうやって、大量に生成して、これそれぞれをリクエストとして送るというようなことができます。で、これ最初に、話してやりたいことにつながるんですが、じゃあ JSON スキーマから自動生成したリクエストデータはテストケースとして十分かって、話なんですが、これもやはり残念ながらノーです。で、
やっぱ一番の問題はドメイン知識に基づく、ケースを生成することができません。 JSON スキーマというのはデータのフォーマットを、定義しているものなので、まあ、例えば、友達にメッセージを送るような API があったとして、友達でないユーザーの ID にメッセージを送信しようとしたらエラーになりますというようなことは、JSON スキーマでは、定義できません。ただ、フォーマットとして異常なところ、データの生成は自動でできるので、まあ、こういったドメイン知識が必要なケースの設計に集中することが、できるようになると言えます。で、これ最初に、書いた API 結合テストの、まあ、自動化への道というところなんですが、リクエストデータの生成、レスポンスの検証、API クライアントの生成とあります。で、リクエストデータの生成は、まあ、フォーマットによる正常系異常系のデータは今回の JSON ファズジェネレーターによって生成できるようになりました。ただドメインに特性によるものは JSON スキーマから現状生成できません。次にレスポンスの検証なんですが、まあ、これもフォーマットが正しいかどうかということに関しては、広く、用いられている JSON スキーマによるバリデータを使えば可能です。パーレルビーで、提供されています。で、API のロジックに基づくものに関してはやはり JSON スキーマからは難しいと。で、最後 API クライアントの自動生成なんですが、まあ、これは私が作ったものではないんですが、JSONISM というライブラリを使えば、生成が可能です。これも API の仕様が定義されている JSON スキーマを読み込ませると、まあ、その API を叩くためのメソッドが生えたクライアントが返ってくるというようなライブラリです。ここまでの話を、簡単に表にまとめると、まあ、リクエストの生成、レスポンスの検証、クライアントの生成と分かれていて、まあ、この赤い字で、まあ、ライブラリの名前が書いてあるところは JSON スキーマからできるようになりました。ただ まだできてないところばっかりじゃないかと、いうことなんですが、この星が書いてあるところですね、星が書いてあるところに関して、だけ、まあ、集中して、テストの設計を、することができると、まあ、結果として、そういった部分の、クオリティを上げることができると考えています。で、最後まとめなんですが、JSON スキーマで使用を記述すると開発でもテストでも、いいことがたくさんあります。そして、JSON スキーマを使って API 結合テストの自動化に取り組んでいます。そうなると自動化が進むとより高品質な開発やテストに、集中できると、いうことで、今後も JSON スキーマを、普及と、まあ、その活用方法に関して、活動を続けていきたいなと考えています。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。何か質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、本日のコメントでいいですか。ありがとうございます。ジェソスキーマーなんですけども、開発部隊の人には必ず書いてもらうというフローが実際存在するというのは、そういうのもまた別でやったりするチャンスいらっしゃるんでしょうか。テストの側から、はい、まあ、必ず書いてもらうというフローを、まあ、決めているわけではないのですが、もともとその最初に、申し上げたようなそのバリデータを、使って、そもそもその API の開発に役立てるというようなもう、ことが普及していたので、現状ほとんどの API は JSON スキーマでもともと使用が定義されていたというような状態です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。JSON スキーマなんですけど、確か JSON ハイパースキーマっていう APN リクエストとかまで記述できる拡張形式があったと思うんですけど、はい、こちらの方は使われてないんでしょうか。あまり話に出てこなかったので気になったんですけど。そうですね、今回は結構このJSON ファズジェネレーター自体を結構突貫工事で作ったので、できるだけスコープを、落として作ったというのが、正直なところです。なので、まあ、それハイパースキーマ、のようなものもどんどんその、まあ、対応させていって、より
なんていうんですかね、まあ、自動で作れるデータの幅を広げるというようなことは可能じゃないかなと考えています。ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。ないようですので、それではこれでトーク終了とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。